休憩やばいな。ほら酸素ないて、酸素足りてないて。急遽、そう、真剣統一みたいなもん。いや、真剣統一の方がひどいって。だって気づいてなかったやん、自分で。急遽は気づくって、さすがに。お、もうすぐ固定。めっちゃ髪の毛伸びたと思うねん。ついにいじり出した。いじってない。かわいい、かわいい。もうさ、鎖骨余裕で超えてるから、これ多分セミロングよな。前から思ってたけど、もうこれはセミロングじゃない？セミロングですよね。どない？七夕の願い、私何書いたっけ、何書いたっけ。どこまで伸ばすの？ここらへんロングにするよ。なんか割とさ、ボブ派とロング派がさ、パカって分かれてるからさ、セミロングでな、やっぱり。ですよね、パカって分かれてるから。ボブにしてんって言ってる人はちょっとなんでんってなるんやけど、我慢して。あ、行きたい、ここ。あ、行きたい、ここに行きますようにって書いてある。そうや、そうや。ほんで、もう一個思いついて、あ、それにしたらよかったってなったやつを今日学校で書いたんや。長いと暑そう。いや、長い方がくくれて楽やと思う。やし、梅雨の時期は、もうとにかく髪の毛が浮くんです。私たち、ふわふわ族は。だからもうモワンモワンするんですけど、それが長いことによって重みが生まれて、その重力で引っ張られて若干マシになるんですよ。だから去年の7月は梅雨明けてるかけど、そのぐらいの時はまだマシやってん、長かったから。だからね、ちょっとの長かった方が逆にいいと思う。暑いのは暑いけど、ボブも暑い。だって結局毛量多いから変わらん。ふわふわ族なんです。なんか正味ボブでもロングでもそんなアレンジは変わらんって気づいた。なんか別に負けるし、くくれるし。そんなショートボブとかにしやんかったらいける。なんか意外といけるなって思った。よし、アレンジも全然いっぱいあったし。知識でしたね。そうで、密着の時あれはふわふわっていうか、もうもじゃもじゃやろ。すごいよな、クリーンってあれおもろいよな。よかった、中学時代あれじゃなくて。よかった、ほんまほんまよかった。小5であれ抜け出しててよかった。ナイトキャップおもろいやろ。おもろかったから写真撮った。まあそうやな、セミロングはアレンジしやすいけど。でも私はもっと編みたいから、あの長いとこまでいけるアレンジをしたいねん。編みたい髪の毛を。編まれへんこれ。なんかギュンってギュンってなる長さやからさ、ちょうど。からもうちょっと伸ばしたい。ペンギンのダサかったこと、ほんまに聞いてほしい。あの、あれまだ投稿されてない？あのルームス。そうかそうか、めっちゃおもろかったん。びっくりするぐらいダサい。あのな床にゴミが2個落ちてたの。なんか透明のテープみたいなやつが落ちてて、それをなんかな、私に何言ったんやったっけ、なんか言って、あ、もうバイバイみたいな、さよならみたいな言って、
立ち上がってゴミが気になったやろな、2個拾おうとしてん、で1個目拾えてん、でも2個目拾われへんくて、なんかもうってなっててほんで別にそこまではいいねんけど、なんか手短いってなって言ってもうてん、それをで友達に言っちゃったからめっちゃおもろなって、なんかしかもな、それだけやったらまだいいねんけど、なんか昨日ペンギンがあのリス先生と並んで歩いててな、こうポケットに手を突っ込みたかったん、こうこう、でもこれこもうちょっと下か、これをするための腕が短すぎて届けへんくて、若干前かがみ、これになって突っ込んでたのが手足短すぎやろってなって、めっちゃおもろかってほんまにおもろかって、それを思い出してもうてん、でやばかったんです、ダッサーほんでさ、言うてもうてもうめっちゃおもろかって、もう言っちゃってダッサーって言ったんかな、うるさいって2回言われたほんまにおもろい、ダサすぎんねんけど、毎日更新してるやん、じゃほんまにじゃあそれ昨日もつぼって、昨日もつぼった、ほんまちょっと下がらな手入れへんねん、どんだけ手短いねん、それか動画長すぎるかやけどな、ほんまにおもろい手足短いよ、手足短いよ、おもろいわ、ほんまにおもろいめっちゃおもろかった、じゃ昨日もそれでさ、ツボってさ座り込んでんで、今日もそのなんてゴミ拾われへんくてこうなったやつの後に、あの友達にその話をした時もめっちゃおもろかって、どんだけ手足短いねんってなって、ほんまにおもろかった、ポケットが下すぎる、いやイコール足が短いってことだから手足が短いになんねん、ほんまにおもろいよな、だって足長かったらポケット上に来るやん、腰が高いんやから。ペンギンさん身長普通、え平均ってさ何センチ、知らんか、私が知ってる男性、日本人男性平均は175とお聞きしたので、いつの情報か知らんけど、だからそれの通りやったらほんまに平均くらい170くらい、じゃあ若干高いかなくらいやけど、5センチくらい誤差、お1030受付が4から5合ってるな、14が、あ、オッケーオッケー、それもまた1日なんですね、170くらい、じゃあ5センチなんか誤差やからほぼ平均、平均くらいなんですけど、手足が短いんですよ、とにかく出過ぎたこのリップ塗るのむずい、めっちゃ出る、でそれを出過ぎたから伸ばそうとしたら変なとこにつくから余計おかしい、難しい、このリップ、人権あるなら OK、 別に低くてもいいと思うから、あれやで、フルフル先生とかもっとちっちゃいで、でも全然可愛い、身長別にどうでもよくない、ズボンのチョイスを間違ったのかな、その可能性もある、クマさんは高いで、180あったけど、あのみんなに親身に教えすぎて1センチ縮んだですっていう話まで私はちゃんと覚えてるから、クマさんがあれ身長何センチって他の生徒に聞かれて180って答えてて、あれ1センチ縮んだんじゃなかったんですかって言ったら、よう覚えてんなって言われた、ちゃんと覚えてるんで、クマさんの話は、あの人の話分かりやすい、広島より低い、身長ほんまに私どうでもいい人、見た目なほんまにどうでもいいねん、
なんか顔のさ好みとかさ聞かれんねんけどさ、ほんまにないねんな。なんでもいい、なんでもいいはちょっとあれやけど、汚くなければ高いのがいい。いや高いプラスアルファでしかなくない？高かったらあいいなぁとは思うけど、別にどうでもいい。なんか顔もそうじゃない、別に整ってればいいってわけでもない。私は可愛い T シャツ、お母さんのです。バナナを腐らすのはいいよ別に。なんかほんまにどうでもいい。なんなんやろな、性格、別にペンギンがじゃないで、仮にな、そう思う時が来たらの話やけど、仮にな、なんか性格一回気に入ったら別に他なんでもいいかも。何されても蛙化せえへん人、めっちゃすぐさ最近の人ってさ蛙化って言うけど、ほんまに蛙化せえへんし、何やろ、強いて言うならめっちゃ距離が離れてずっと会えへんかったらかな、蛙化じゃないけど、しかも蛙化でもないしな、蛙化ってあれやからな、もともとの意味と違うからな。なんかみんなすぐ使いすぎ、そんなすぐ蛙化するんやったら元から好きちゃうやろ。好きな女の子の顔のタイプ、垂れ目のたぬき顔が好き。なんかで中顔面短いタイプの、あの面長じゃない人、卵型が好きやな。あと横顔綺麗な人でも、タイプではあるけど綺麗やなって思ったら好き。それこそ性格から入っちゃうから、アンジュさんとかさ割と大人っぽいタイプの顔やん。まあどっちにしろ綺麗なんですけど、けどタイプとしては割と幼いタヌキっぽいのが好きやから、それとは違うやん。でもめっちゃ好きってなるくらいやから、ほんまに性格から入る人。かわいいやんだって。長浜ねる、私人の名前も知らんねんな、申し訳ない。 SNS はあんまり見ないもので、好んで見ないんですよ SNS は。自分が TikTok 投稿するから、なんか流行りの音源ないかなくらいで TikTok 見るし、 YouTube 買ってペンギンがおすすめしてた YouTuber さんがおるからたまーに見てたけど、もう見いひんし、なんかもう開くのめんどくさい。で X はエゴサするときだけ使うし、他の SNS 開かんから、ほんまにどうでもいい。なんか見やんねんな、気にならんかったら見いひん。けど名前とかわからんから、だから私は垂れ目が好きやけど、自分割と釣り目がちやから、だから垂れ目にしたいけど釣ってる方が合うんかな。 TikTok は見るよ、だってなんか焦ってんねん常に。だから3本も投稿してんねんけど1日に。でも投稿してなかった時はそんな見てなかったから、結局は自分が投稿しだしたらよく見るんですよ。なんか後輩がどのくらい伸びてるとか、同期がこれ投稿してたとか、なんかインフルエンサーさんがこれ最近踊ってたからこれ早めに投稿した方がいいなとか、海外の方が踊ってるの見て、あ今これ流行ってるかもしれへん、まだ日本には来てないから先踊ろうとか、なんかそんなんばっかり考えてる。あら、娯楽としてはあんま見てないかも。そら犬とかは娯楽やで、それは違うやん。かわいいなあ、ほんま、レッサーパンダとかな、かわいいわ。あれは違う、あれは娯楽、あれはか
ペンギンとかな。あれは違う。あれは完全に娯楽。ああ出てたな、リサヒ。はあ、国語しようかな。英語はワーク終わった。あ、待って、なんか探そうと思った。まあいいや。滝？猿な。猿見つけた瞬間、足寄りさん喜びそうって思った。で、動画撮ってたのに、しおりさんに見せようかなって言っちゃった。まあいいけどな。配信しながら課題するのってむずいよな。ちょっとやめとこう。わざわざいませんでも。国語だけ教える国語塾が流行ってる。なんで国語？正味国語なんかさ、授業聞いとけばわかるくない？授業聞いてなくてもわかるくない？だって私1ヶ月休んだ時何点やったっけ。授業1ヶ月休んだやで、7、80あったでくらいやから、ほんまにいかんでいけるくない国語は。他は行った方がさ、そら覚えれるけどさ、国語はいないやろ。なんで国語に特化したら。1ヶ月いかんかってやで。1ヶ月いかんかってそれやから、売りの方が高かったよとか言われててな。昔の売りより全然低いねとか言われててな。1ヶ月行ってないからこっちは。まるまるな、すべて。ほんまに1ヶ月で自分で全て勉強してですからね。範囲ほぼ全部自分で勉強してですからね。またレベルが違うにしても取れるから。国語はいないやろ。まあ塾取ってたけど国語。別に国語はいない。読解力を高める。社会とかの方が行った方がいいんじゃん。数学とか、数学とか行ったらいいんじゃん。理科とか。ルームスマがまだ上がってない。遅いな。ペンギンと何の話をしたかの話をしようと思ってたけど、まだ投稿されてない。社会はな、暗記やろな。ああ9時から23時。 そう。え、そう、全然違う時間に送ってんねんけど。え、ほんまに言ってるそれ。え、じゃあ私があんだけ頑張って早うに書いてたのは意味なかったってこと？そんなことある？しかも11時くらいになったらもうさすがに今日は送られへんかって次の日に回してたも意味なかったってこと？語る？え、じゃあ頑張って早くしてた意味何？今までの。そうなん。
36分。まあいいけど別に。明日は国語ないわ。国語なくて、体育はどっちやったっけ？なかったっけ？いやあったか。英語はなかった。じゃあ数学とかあるんじゃん。なんか数学最近めっちゃ嫌やわ。好きじゃないわ。なんかほぼ授業っていう授業してないけど、あんま好きじゃないわ。別に先生やからとかじゃないけど、何が嫌なんやろな。横顔、私自分の横顔めっちゃ嫌い。特に笑ってる時の横顔めっちゃ嫌い。だから小学校の時笑うん嫌やったっていうのもある。他にもあるけど、今日は練習してきた。数字が時々嫌いになる。私もともと数字見たら眠くなるタイプの人間やったん。もうクモン行ってマシになって、クマさんに出会ってめっちゃ好きになって、数学をな、なんかもうわかんわ。いやや、なんかめっちゃ日本人って顔してない？しかも綺麗な日本人じゃなくて、なんかなんやろな、武士って感じの日本人なんて言うんやろな、平面的、立体感がないのが綺麗だから好きじゃない。円周率 3.141592653589321932694321 ちゃ3.141592563589319 3278 4192� 3278 5192881 あれ？ちゃうわ。3279502884191あて、あてた、ちょっと待って。3.141592653589319 3278 502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 8 5
0333829502881491。最初のやつで後だよ。何やねん。古風、うん、いいように言うとな。私演習率さ、数学の先生がさ、6535くらいまで言ってん。分からんと思うけど、割と序盤ってことな。で隣の男子が何やったっけ、8979やったっけって言ってて、うん、何て言ってんだっけ、8979くらいまで言ってんだっけ。でその次何やったっけって隣の子が悩んでたから、3278やねってボソって言ったら、キモって言われた。8979まで覚えた。私も最初そこまで覚えた。そっから2行目いってるもん。合ってるかどうかも。それはそう。だから多少適当に言っても。3.141592653939263432382324943834321941。もうな、こう滑舌の方がな、回れへんねん。合ってんねんけどな。なんか疑ってしまう自分を。横顔
なんかたまに綺麗って言われるけど、1597、私と違う覚え方してるかも。1597、もしかして全然最近までいてる41971より後、592しかない。手足がペンギンみたいな、あんなふと短い腕になってもいいんかこの顔で。いやで、あー1952のとこまでか。確かに特技に演習率入れられそう。いやあー全然そんな7と2間違えただけでねえ、どうもしないですけど。でもなー、なんかたまにゲシュタルト崩壊する。噛みすぎてわからんくなる自分が、滑舌の問題で、あれってなってやり直してしまう。元気です。そういえばさ、いつどんな流れでその話になったか覚えてないけど、くまさんの高校時代のなんか先輩の顔に似てるって言われた。昔付き合ってた人に似てるって。先輩に似てるってな、年下やないなって思ったけど、何の話しててそうなったんだっけ。明日は早起き？あ、昼間なんや。明日は早く起きたいから私は早く寝たい。最近めっちゃ寝不足なんやけど、寝不足すぎて最近朝起きられん。せっかく今日6時半には起きててんけど、もう眠すぎて二度寝した。で50分くらいに起きて、あ寝たなぁと。でも今日はこの髪型やったから秒で終わるの分かってたから、まあまあ焦らず。謎のブルーレイ、え、キモ、何？アンジさん七夕の願い事考え中。え、かわいい、何を願うのかな。言い方き、最近は寝るの遅いですね。そうです、夢は見てる、全然見てるから眠りは浅い。なんなら昨日ペンギン出てきた。なんかなきっしょい、あのなペンギン、私が高校のオープンキャンパス行ってて、でもう書いてた、アンジさん、あれ何書いてたやろ。でオープンキャンパス行ってて、でなんかその高校がほんまかどうかは知らんで、なんかめっちゃ制服がな適当違反してる人が多すぎるみたい で全員違反してて、もう逆にちゃんとした制服にローポニーで行ってたから超真面目ちゃんなのが一人だけやって、あ気まずいってなってる時にペンギン先生がおって、あおったと思って、なんかえ最強になるかわいい小僧やん、かわいすぎる。ちょっと待って、その話後でするなかわいすぎで、かわいい、ちょっと待って。ほんで何の話、あそうペンギンがおってん、でなんか座ってて椅子に、でなんか暴れたものを抱えてたから何かと思って見たら、その今同じクラスのめっちゃやんちゃな反抗期の女の子をこう捕まえててん、逃げへんように。なんか押さえんのはいいで、なんか押さえ方がさ膝に乗せてさこう持ってたからさ、しかも女の子キシッと思って、思う夢でした。隣でこうやって見てる夢、もうちょっとなんか他の人に変わるとかさ、
してほしいよね、夢の話やけどかさね、今さら今の時代にな、あの女性がどうとかなあ言うのもあるやとは思うけど、ちょっとなんか不愉快、とてもとても不愉快です、夢の話やけど。でアンジュさんめっちゃ可愛いな、最強になるって書いてたん、やば小僧すぎるねんけど、可愛い無理。それでその短い手足でこうやって抱っこしてた、ほんまにやめて、せめてこう押さえてほしい、なんかもうこう押さえてたからさ、もうほんま、え可愛い、え最強になるの、もう最強やって、可愛い、え小僧すぎるねんけど、可愛い、超可愛い、が緊張やん、いじってないで、可愛いねって言わんといてな、切り抜かんといてな、可愛いそれね、もう可愛すぎるねんけど、何それ、どういう意味最強になってどういう意味、えどういう意味、どういう面でも、えゴジラみたいなことどういうこと、え最強に可愛いとか最強に何やろパワフルとかってわかるけどさ、最強になりたいってどういう意味ってなるくない、何に関して、主語がないからさ、めっちゃおもろいねんけど、ガキンチョやわからん、そういうとこが好き、かわいいどういう面での、あ私の中のペンギンの評価がまた下がりました、おもろ勝手に下がっていくな、あ刺激を受けた、なるほどね、そのままね受け取ったのね、インスピレーションを受けて最強になりたくなったんだね、もうかわいい、超かわいい、かわいいな、え、かわいいと思えへん、めっちゃかわいいかわいいかわいい、え、そんなすごいって感銘を受けてすぐ最強になりたいって思ったってことやろ、めっちゃかわいいやん、やば、素直やな、かわいいわ、でも私もめっちゃ影響受けやすいタイプやからわかるっちゃわかるけど、最強になりたいはようわかれへんかわいい、わかるよ、私もめっちゃわかる、すぐ影響されるタイプだから、今読んでる本のやつももう影響出てきてる、電車でだいたい読むねんけど、電車からの帰りはなんか何なんだろうかみたいな感じで自分の頭の中で会話しながら帰ってるもん、なんか何々だからだろうかみたいな感じで帰ってるからでもだろうかが出てきた時にキッショーって自分で言ってんねんけど、頭の中で、けどなんかそれくらい頭に残る人やから、わかるのはわかる、影響されるのはすごくわかる、書き方とかなんか文法とかよう見てるわ今の本、めっちゃななんやろ、国語うまいんやろなって感じの書き方してる、ちゃんと知識があるんやろなっていう、こんな国語全然できひん人間が何を言うてんねんって感じだけど、ちゃんと国語ができる人の文章の書き方な気がしたから、あやばい、もうあと1分ランキング読まれへん、やだ、ランキングギリまで読みます、あじゃあやばいから1位から読む、だってちゃんさんありがとうございます、2位なべちゃんさんありがとうございます、3位たかしさんありがとうございます、4位やらけんちょびさんありがとうございます、5位プロジュさんありがとうございます、6位須藤さんありがとうございます、7位まきこさんありがとうございます、8位さとくんさんありがとうございます、9位せいくんさんありがとうございます、10位まちかねがきたるさんありがとうございます、11位りゅうさんありがとうございます、12位かまかりさんありがとうございます、13位オーラオーズさんありがとうございます、セーフ、ギリセーフ、セーフセーフ、オッケー。